さて、この小判の質が下がったことで物価が上昇しました。どういうことかというとね、これちょっと小学生の人には難しいかもしれないんだけども、お金の価値がね、上がって下がっちゃったんですよ。ということは物がよく売れるんですね。物がよく売れるということは、人々はどんだけ高くても自分はお金持ってるから、お金を持ってるから多少値上がりしても買おうやということで、ね、値上げを呼び止めるようなんですよ。で、その流れに従ってお金で物が不足してるから物もどんどん値上がりしていく。でも値上がりしてても人々は買おうと思う。というわけで、いわゆる需要と供給のバランスが崩れて、需要が、ね、増えてるのに供給が減る。これで人々はお金をお金をどんだけお金つぎ込んでも物を買うようになるから自然と物価が上がっちゃうんですよ。これをインフレーションと言います。で、このインフレーションによって庶民が大迷惑を被ったって最初言いましたね。質を落とす、小判を質を落としたことによって庶民は大迷惑を被りましたって。これも嘘です。大嘘です。この時代のね、インフレはね、貨幣を質を落としたから出たんじゃないんです。さっきも言ったように物の供給不足が原因なんです。なぜかというと、この時好景気によって人口が爆発的に増えてたんですね。でも人口は爆発的に増えても、それに見合うだけのものっていうのはなかなか作れないんですよ、ね、だから物価が上がったんです。で、もう一つ、インフレだといっても人々のもらうお金も増えていればそうでもないんですよ。どういうことかというとね、物価の値段がこう上がったよと、でも庶民のお金も上がっていたらどうなります？物価はこんだけ上がりました。でも人々のもらうお金も上がりました。ついていってるんですよ、ちゃんと。だとすれば本当に苦しいと思いますか？確かに物の値段上がったけど俺の給料も増えてるし、まあ買えないこともないからいいか、まだ我慢できるんですよ。これインフレといってもこうであればね。で、まさにこの時代はこの状態だったんです。何しろ貨幣の量が増えたことによって人々の賃金も増えてますから。で、物の物価が上がってますます欲しいとなると、その人々はっていうのは、その前の人っていうのは、その人々の購買欲ね、何欲しいっていう気持ちに合わせていろんな商品が集まります。それでさらに文化が栄えていったという状況があります。で、貨幣の価値が下がったことに対してはバッカから批判が出ました。お前こんな貨幣の値段下げてどないすんねん。この時にね、荻原新秀はこう言ったそうです。幕府が一両と認めるのであれば、たとえそれが瓦礫であろうと一両は一両なんだ。で、この今私瓦礫って言いましたね。この瓦礫というのを紙切れに例えたらどうなります？これと一緒なんですよ、結局。今の言った瓦礫を紙切れに例えればこの千円札と一緒なんですよ。単なる紙切れです、これも。でもこの単なる紙切れは我が国の政府がこれは1000円だと認めてるから1000円なんですよ。これと同じなんです、結局。でね、20世紀の経済学者でケインズという人がいます。このケインズが言いました。お金の価値はその材質ではなくて、裏打ちになっているのは政府の信用だと。で、このケインズという人は今も言いました、20世紀の学者です。20世紀の経済学者であるイギリスのケインズが唱えている説を、なんと200年以上も早くこの荻原重秀は言ってるんですよ。この元禄時代にこれだけ時代を先取りした経済の官僚がいたというのは、もうこれはもう素晴らしいを取り越して、ただただへーっと頭を下げざるを得ませんよね。で、このようにね、綱吉が打ち出した多くの政策っていうのは、人々の意識を、人命を尊重する思いやりの精神に改めてだけじゃなくて、景気を良くして元禄文化の前線をもたらした、また思い切った人材登用は、さまざまな問題にも即座に対応できる政治体制を作り上げていったわけです。さっきも言ったように、蕎麦用人というワンクッションを置くことによって綱吉の意見が通るようにした。その綱吉の意見が通るような中には、経済のプロである荻原重秀という人間を使うこともできたわけです。